さあということで今回もやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回もですねニャンコ大戦争スマホ版の方やっていこうかなと思います。ということでちょっと最近ですね忙しくてね動画の方がちょっとおろそかになってしまってね、ちょっと更新の方が遅れてしまって本当に申し訳ないんですけども、またね、とりあえずこれから頑張っていくのでよろしくお願いします。ということでとりあえず今回もですね、魔法アカの方やっていくわけなんですけれども、今回は新レジェンドステージの方ですね続きの方やっていこうかなと思います。多分ね去年かな最後にやったのはね、もうちょっと記憶の方も曖昧なのでね、どこまでやったのかなって感じがするんでちょっと見ていこうかなと思います。ただそろそろ進めていかないとね、あれですねアップデートの方もなんか来そうな予感がするのでね、まあ、とりあえずね、そのためにもちょっと進めていこうかなと思います。ということでこちらでございますね、ラボラトリシバであってんのかな、こちらやっていこうかなと思います。多分ね途中までやった気がするので、まあ、とりあえず見てるか、うん、見てよ見よう見よう、はい、ってことで こんな感じでございますね。はい、ちょっとなんか何を喋るのかわからないんですけれども、とりあえず知識に溺れる、ものの沼で止まっているので、まあ、とりあえず今回ここからですね、進めていこうかなと思います。またとりあえずね、もう1ステージごとかなり難易度高いので、まあとりあえずね、もうゆっくりとやっていこうかなと思います。でねちょうど手元にですね、何か出てくるかね、データの方があるのでそれをね見ながらね、とりあえず編成の方を組んで、とりあえずまあできるかわからないんですけど、まあちょっと挑戦していこうかなと思うんでよろしくお願いします。ということでちょっと今から編成組んできます。よし、オッケー。っていうことで、とりあえずこんな感じで、やっていこうかなと思います。基本的に結構波動出すキャラクターもね、ちらほらいるので、とりあえずね、猫タコと、あとね、あんまりね、ちょっと使わないので、ちょっと今回ね、入れてみました。はい、初音ミクですね、マジカルミラー2020、東京ということでね、まあ、波動の打ち消しのキャラクターなので、せっかくなんでちょっと使っていこうかなと思います。はい。いや、なかなかね、せっかくなんでちょっと使わないともったいなので、やっていこうかなと思います。じゃあね、早速、やっていきましょう。ヒットドゥーン。さあということで、勝てるかな。ちょっと怖いな。あーはい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 。なるほどね。なんかウサギンが来ましたけど、ちょっと待ってどうしようかな。まあいいや。ちょっと待って待って待って、ねこのままどうしようかな。待って、ああもうこっから来るんね。巨星ヌ、ちょっとね、あの、巨星思想の名前なんですけれども、どうしようかな。ここのボスは、ちょっとわかんねえんだけど、まあいいや。オッケー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 。ちょっとお財布ダメしたいところなんだよね。今回ちょっとね、なんかあの、ああ、そっか。じゃあちょっと攻めに入る？そろそろ。ちょっとそろそろ攻めに入るかな。一番怖いのね、ヒューマなんだよ。やつがちょっと怖、バトル壊なくても来たか。オッケーオッケー。じゃあそろそろ、あれかな、マジカル未来のね、ミクちゃんもちょっと出していかないと、あれかなと感じがするんで、ちょっともうこれ出すか。オッケー。ああ、かわいい。一回使ったよね。一回使ったけど、まあいいや。あとは、そうですね。まあ、巨星の対策として、とりあえず、サナダの方も突っ込んであるっていう感じなんで、お財布は、ヒューマ来た。ヒューマ来た。ちょっと待って、どうしよう。そろそろ、サナダ出して。いや、めちゃくちゃになってんだけど。なかなかちょっとキャラクターさばけないね、敵が。ちょっと敵がさばけないんで、ちょっとね、お財布が微妙なところなんだよな。ちょっとサナダ出して。めっちゃ出したいんだけど、ニャンマ頑張れ。ニャンマちょっと頑張って。もうちょっと頑張って。もうちょっと。何か倒そう。微妙だな。なんか結構強いね。ね、なんかウサギンの方が強化倍率、あ、オッケー。強化倍率が結構ね、上がってるんでね。まあ、そこがあれなのかな。オッケー。よし、あとは一通り出せたので、問題はないかな。あとはこの取り巻きさえなんとか。オッケーオッケーオッケー。巨星は倒すだね。巨星は倒したんで、あとはこのね、もうヒューマとこのね、タッちゃんのこのコンボをね、的の壊る気は正直問題ないでしょ。オッケーオッケーオッケー。で、城もね、そんなあれなので。もうやめて、本当に。あの、劣化出す城。あれ、マジトラウマだからね。本当に。いやー、やばいよ。まあ、あんな城があればね、まあ、普通になんか、なんだろうね。泥棒とかもね、空き巣に入ってこないだろうなって感じがするんですけど。オッケー。な、今のところ大丈夫じゃない？いける？いける？
よし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 、いいね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 。まだなんか数日なんかあんまりね、にゃんこ触れてなかったんで、ちょっと腕なまってるんじゃないのかななんて思ったけど、まあやっぱみんなちょっとねキャラクターがあのキャラクターなんでいきましたね。はい、ということでクリアでございます。じゃあこのままね次行きましょうかね。はい、はい、次はですねプレパラートの橋ということで、絶対割れるでしょこれ。まあいいや、ということでちょっとこれもですね、今から編成の方を組んでいこうかなと思います。はい、ということでとりあえずこんな感じでやってみようかなと思います。天使ドーベルが出てくるんで、まあ、とりあえずこれでね様子見ようかなと思います。もうほんと最近なんかニャマばっかり出てる気がするんですけどねあ、いいや、じゃあ行きます。じゃん。さあということで、とりあえずまああれですね、ゾンビがかなり多いね。ミニアンデッドサイクロンとかちょっと厄介かな。あとはそうだね、ドーベルがちょっと嫌なんだよ本当に。本当にそいつだけがなんとかね、なんとかなんとかめんどくさいんで、あーこれちょっとラーメン入れとけばよかったな普通に。なんでラーメン入れなかったんだろう。いやーちょっと悔やんでる。うわーわかんねえ。なんで入れてなかったんだろう。ちょっと謎だな。まあいいや。もう、これで負けたらラーメン入れますわ。うん。よし、オッケー。まあこんな感じで、ちょっとじわじわやってって、お財布ダメもできれば、まあ最高じゃないですかね。ああ、やばいやばいやばい。カサジドがなかなか押されてますけれども。オッケー。ということで、多分ボス戦に入ったらね、ドーベルと、あとはミニアンデッドサイクロンのね、コンビで出てくるんじゃないのかなと思うんで、それまではちょっとまだ、まだまだ遊べますね。うん、まだ遊べると思うので、ちょっともうちょっと、様子見ましょう。オッケー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 。どうしようかな。どっから優先して出すかな。とりあえず黒キャスも入れてあるので、あ、やべ、レベル上げてなかった。何をやってる俺。何をやってるんだ。オッケー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 。よし。じゃあもうじき一旦ニャンマとか出すかな。オッケー、こいついると結構ゴリゴリでいってしまうのでなんともあれなんですけども。オッケーで、それ入れつつ、キャスリー投下。オッケー、あとはもういいや。どうしようかな。まあ見たまに関してはもう財布に余裕ができた段階で出せばいいや。まあそれまではとりあえずちょっとね、こんな感じでね見ていきましょう。さあドーベルが倒せれば問題ないんだけど、どうかな、ちょっと怪しいよね。よし、潜らせないマンですね。オッケー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 。これでとりあえず、オッケーオッケー。今のところは大丈夫だと思うんだけど、あーやっぱ来たよ。ビンビンに出っ歯出してる。やめてくれ。あーやべ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 、このビンビンに出っ歯するのやめて、本当に。いやーつれーな。大丈夫か。やばいやばいやばい。キャスリーを耐えてくれ。いやーマジラーメン。ラーメン。なんでラーメン入れてないの。本当にびっくり。いやー、ちょっと何か狂ったみたいですね。まあいいや。OK。で、ドーベルは確か、ノックバック2回だったよね。うん、それが、あー、やべえ。ちょっと待って、結構やばいね。あー、黒キャスじゃ耐えられないと思う。まずい、これはまずい。おー、1回ノックバックした。1回ノックバックしたけど、ここからどうだろう、超えられるかな。そこが不安なところなんだよな。いやー。で、多分ミニアンデッド最後のが潜っているから、あー、やべべべべべ、あー、キャスリー、あー、頑張った、あー、死んだ。え、2体出てくんの？嘘？マジで言ってる？うわ、それはね、2体はやめて。ちょっと待って、うわー、マジか。2、うわー、これはちょっとね、うわー、ラーメン入れときゃよかった。一旦これ。組み直します。붉은기지켜들고진격해간다총기를앞세우고돌격해간다。よし、オッケー。ということで再戦でございますね。いやー、ちょっとやられましたね。ちょっとここでねやられるとはちょっと思ってなかったんですけれども、まあいいや、このままちょっとリベンジ戦でございますね。まあとりあえずね、あんまり変わってないけどラーメンだけ入れたって感じかな。で、ドーベルがとりあえず2体出てくるのがちょっと厄介なところなんで、まあとりあえずまあラーメンで頑張ってもらいましょうかね。まあこの取り巻きのね、ちょっとあのゾンビ系も結構めんどくさいので、まあそれもなんとかさばきながらって感じかな。あー、レッパダリー。レッパやめてくれ。レッパはやめて、本当に。これちょっと猫も欲しいな。オッケー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 。で、とりあえず早く1体目をさばければ正直問題ないんだよ。いけ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 。オッケー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 。もう一回、もう一回、もう一回。次ノックバックすれば勝てるんで、このまま、
頑張れ。連覇出さんといて、本当に。やめて、マジで。マジやめろ、本当に。いやー、ちょっと。あ、来たね、もう一体。とりあえず一体倒そう。とりあえずもう一体倒そう。あー、微妙。マジで言ってる。おー、オッケーオッケーオッケー。とりあえず一体倒せたんだけど、もう一回だよね。これもう一回なんとかなるかな。まあ、ゾンビもだり。ゾンビもだる。めちゃめちゃだる。あー、ちょっとね、ミャンマーは微妙すぎたね、正直。まあ、とりあえず今だね。場面を見て攻撃できるけど、連覇食らうとちょっと正直ね、微妙だな。とりあえずもう一回ノックバックしよう。もう一回ノックバックしてくれ。頼むから。よし、オッケー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 。で、あともう一回なんだかご利用しになるでしょう。正直ラーメンでもいけると思うんだよね。とりあえずね。あとはちょっとサイクロン系が邪魔なんで、それがとりあえずどうするかって感じかな。あー、今のところ大丈夫かな。オッケー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 。お、いける？倒しちゃおう、倒しちゃおう。オッケーオッケーオッケー。いけいけ、よし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 。あとはもうラーメンでヘドバンになっちゃう。サイクロンに邪魔なんだよ。やめてくれ、マジで。納豆なの、ネバネバな身にしつこいんだけど。やめろ、マジで。あー、オッケー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 。あー、2玉消えたね。2玉が消失したけど大丈夫。よし、オッケー。よし、オッケー。ということで、タワー防せましたね。あー、怖え。マジで怖え。ということで、とりあえず次で、最後のステージなので、とりあえずこのまま気を緩めずに頑張っていきたいところでございますね。いやー、ちょっとニャンマにね、レッパ無効とか追加されない本能で、まあ、そしたらもう正直とんでもないキャラクターになってしまうけれども、いやー、ちょっとそういうね、なんかぶっ壊れキャラクターをね、誕生させてほしいところですけども。はい、ということで終了でございますね。じゃあこのまま次行きましょう。はい、ということで次はですね、炎上する青ということで、こちらのステージですね、次やっていこうかなと思います。ということで、これもちょっと軽く編成の方を組んできます。はい、ということで、またちょっと大嫌いな城の方が登場するということで、取り巻き自体は正直大丈夫じゃないのかなと思いながらも、ちょっと不安ながらも、とりあえずね、一旦様子見でやっていこうかなと思います。ということで、じゃあやっていきましょう。炎上する青ね、いきまーす。つじん、いや、どうだろう、勝ってるか勝てないかが不安なんで。あー、来たね。お、すごい背景。こんなあれ見たことあったっけな、今まで。どうでしょうね、わかんないや。まあいいや、とりあえずね。どうだろう、ちょっと狭くない？で、このレッパ野郎、どうしよう。うわ、不安だよ、マジで。いやー、どうしたもんかね。あ、やばいやばいやばい、来てるよ、来てるよ、来てるよ。オッケー。で、とりあえずどうしようかな。お財布も正直微妙なんだよね。あー、やばいやばいやばい、そこに打つ。あー、やめろ、マジで。やめてー。いやー、とんでもねえな、これ、やっぱり。ちょっとね、一旦、渋い、これ。やばいな。ちょっと待って、なんとか。オッケー。やっぱやめろ、マジで。本当にやめてくれ。いやー、もう、本当によしよしよし、オッケー。いい感じ、クリティカルも出してる感じなんだけど、他にちょっとね、もうちょっと軽めのクリティカル出すキャラクターちょっと入れとけばよかったな。このままだとちょっと正直まずいな。とりあえずちょっと嵐で、いけるか、とりあえず、レッパ出すなよ、マジで。いや、オッケー、その辺だよね。オッケー。よし。うわー、これやばいな。で、あとは、ドリューがめんどくさいのかな。どうしよう。この状態だと何だろう。とりあえず、桜投下はしとこう。とりあえずね。ちょっとこれ重すぎたな。軽いキャラクターの方がいいかもしれないな。あとはちょっと熱波だよね。これが、うわ。これやばくない？どうしよう。これ下手にちょっとでかいキャラクター出すといけない気がしてきたな。なので、とりあえず、なんかいろいろ選択ミスをしまくってる気がするんで、まあとりあえずまあもがくわ。それでまあちょっとね、勝てるはさすがに多分ないと思うので、一旦ちょっと様子を見てね、どんな感じだかを見つつ、これでやっていこう。そうだね、やっぱ波動も出すんで、やっぱ正直ちょっと猫タコも欲しかったね。ちょっと超激レアの枠にやっぱそういうところ入れといた方が良かったかもしれないな。どうだろう、早めにクリティカルか出せれば多分いけるはずなんだけど、いけるのかちょっと微妙。波動がえぐいな、やっぱ。しかし波動がえぐい。いやー、これは無理かもしれない。これは無理かもしれない。とかもう無理だろう。どう考えても無理だろう。軽めろ。
ちょっとこれは、いやー頑張ってくれ。ちょっとギリギリも書こう。もうちょいもうちょいも書こう。もうちょいも書こう。ガオーが奇跡的にクリティカル払かないから。そうすると、お、あーノックバックしたね。どうだろう、メタルコアラックってどうだったんだっけ。ちょっと待って、それを見ながらやりたいんだけどさ、予想にすると大変なことになるから。あーやめてくれマジで。ちょっと前線のね敵がちょっと邪魔だな。とりあえずね、メタルコアラックの攻撃が当たれば正直問題ないんだけど、お財布結構余裕あるな。うわ待って待って、あーまずい、これはまずい。ちょっと待って、ギリギリ奇跡起きない起きない起きない、起きなさそう起きなさそう。あーやめてー。あーまあですよねですよね。オッケー、はい、今回2回負けましたね。ちょっともう1回編成をし直して頑張りましょう。ということで、とりあえずちょっとね、ボス戦までは一旦とりあえずちょっとね、キャラ出すの怖いから、一旦このままでいいと思うんだよな。よし、オッケー。こっからね、とりあえず投下してみるかな。いやー、怖え、怖え。とんでもなく怖いんだけれども、ちょっと劣化出されるのは本当にやめてほしいんだけど。あー、行くか、これで。とりあえずちょっと攻めていきましょう。さあ、ということで。早くとりあえずね、このバトルコアラックさえ倒せればっていう感じなんだけどね。いやーなんか一気に全滅した。マジか。レッパかさっきの。いやー待って、ちょっと違うこれ。ダメダメだった。いやー嘘ー。もうちょい何か足りなかったのかな。いやーマジで言ってる。これはやばいって。さすがに、うわー。うわーマジでやめてーツアーマジかよ。いやーこれはちょっとダメかもしれないぞこれ。いやー結構えぐいなこのステージこれ結構絶望的だと思う、普通に考えて。いやこれもう絶望だよ、絶望絶望。いやーまずいね。うわーもうほんとこの劣化やめてほしいんだけど。うわーこれはちょっといろいろ考えた方がいいな。とんでもないよ。いやーとりあえずバトルコアラッキョ全くなんか何もさびくともしないんだけど、そういうことある？ちょっとせめて倒すところが見たいんだけど、ノックバックはしたけどちょっと違うよな。あー頑張って、もうちょいもうちょい、あともう少しなんだよ。もう少しなんだよ。微妙。うわー頑張ってくれ。いやーマジで俺今回これ敗北で負けるよ、動画が。ちょっと待って、マジで言ってる。いやーいけ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 、バトル壊れてるよ。いけ、粉砕しろ粉砕しろ。おーノックバックかよ。とりあえずクリティカル出してほしいな。それが拝めればすごくでかいんだけどさ、拝めないっていうね。おお来たーやっと倒せたんだけど。あー何この自力な戦い、やべえ。脳尻ブシャーなんだけど、もうこの城ほんと嫌いなんだけど、誰が考えたんマジでもう、まあ、その方がなんかスリル感あってすごいいいんだけどさ。いやーこれはね、初見でやっちゃいけないよ。やっぱなんかちゃんとね、全部見た方が、俺みたいなね、本当になんか、雑魚中の雑魚はね、もうその方がいいかもしれない。ということなんで、あと残り何個かステージ多分あると思うので、まあ、それもちょっとね、いつも通りに、できればなと思います。ということで、まあ、ドリルに関してはそんなに問題ないね。やっぱメタルコアラックのあのご用紙感だね。レッパと波動の組み合わせは正直ちょっと本当にいやらしすぎる。本当にいやらしい、マジで。盗撮学びにいやらしいと思うからね。ということなんで、まあ、とりあえずちょっと気抜けずに頑張りましょうか。やべ、頑張りちょっと強くない？待って。オッケー。なんとかなるか。いやー、疲れたね。2回負けたけど、でもまあ、勝てたからよかったな。まだ残りあと何個かステージあると思うんでね。そのまま頑張っていければなと思います。アップデートがもう近々来そうでね、怖いね。ここ最近アップデート通知来てないんでね。そしたらまたね、ステージの方が追加されるので、それまでには終わらせておきたい気がします。あとは難易度星2ですね。星2でもちょっとね、やらないといけないので、まあそれもちょっとやりつつ頑張っていこうかなと思います。今後ただ新レジェンド系の動画が多いかなと思います。最近ちょっとね、あんまりね、ネタ系もちょっとあんまり今お休み中なので、お待ちしていただければなと思います。ということで終了でございます。終わったはぁ。はい、ということで終了でございます。
さあということで、やっとですね最後のステージですね終わったので、とりあえず今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。ということで、とりあえず次回はですね、ワスラルル、ワスラルル、墓所っていうのかな、まあいいや、ということで、まあ次回ねこちらのステージの方やっていこうかなと思います。ということで、まあいつも通りですね負けたり勝ったりみたいなことを繰り返しなんですけど、まあねこのまま頑張っていければなと思うので、また次回もね見ていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。またね。